さんこんにちは。ついに呪術廻戦アニメ PV 第1弾が公開されましたね。控えめに言って最高すぎました。漫画好き芸人として有名な有吉さんもツイッターで最高とつぶやいていました。ツイッターでトレンド入りも果たし、注目度の高さが伺えます。というわけで今回は呪術廻戦アニメ PV 第1弾を見た感想と公開された情報を5つにまとめて振り返っていこうと思います。まだアニメ PV を見ていない方はぜひ見てからこの動画を見ることを強くお勧めします。概要欄にリンクを貼っておきますね。今回の目次はこういう感じです。キャラデザ、制作会社、放映時期、スクナの声優、制作スタッフ、動画の終盤では皆さんに2つの質問と1つのお願いがあります。それでは早速いきましょう。今回公開された映像は原作アニメ1話をベースにしたものでした。1話には登場しませんが、浮崎野原、五条悟の映像も映されていましたので、各キャラのキャラデザがはっきり分かりました。まず個人的に最も気になったのは矢取龍二の髪色ですね。ピンク色っぽい感じの髪色が意外でした。というのも原作カラーの絵で描かれている矢取は金髪で描かれているので、ピンクという髪色に意外と感じた方も多いのではないでしょうか。五条悟伏黒のキャラデザは概ねイメージ通りでしたが、伏黒恵の髪が思っていたよりもトゲトゲしかったです。最も意外だったのは釘崎野原です。原作の野原はどちらかというと可愛いイメージだったんですけど、アニメ版の野原は綺麗なイメージですね。口紅をつけているのが印象的で、これについてはネットでも様々な意見がありました。野原は東京に憧れている少女で、おしゃれにも興味津々なので、キャラの性格や趣向性を考えると口紅をつけているのもおかしくないのかもしれないですね。呪術廻戦ファンがアニメ化において最も気になっていたことは制作会社と放映時期です。呪術廻戦アニメ化は2019年11月に発表されましたが、放映時期と制作会社については未発表でした。同じジャンプ作品の鬼滅の刃はアニメ化決定の発表において UFO テーブルが制作を手掛けることを発表しています。どの制作会社が手掛けるかによりアニメの雰囲気やクオリティが大きく変化するので、制作会社がどこかというのは大問題です。ネット上では UFO テーブル、放映など様々な予想がされていましたが、今回のアニメ PV でついに制作会社が発表されました。その制作会社の名はマッパです。2011年に設立された比較的新しいアニメーションスタジオで、2017年に公開され、日本アカデミー賞最優秀アニメーション賞を受賞したこの世界の片隅に大人気アニメユーリオンアイスという作品を手掛けている新進気鋭のスタジオです。その他にもかけ狂いやバナナフィッシュ、ドロロ、ドロヘドロなどのダークな作品も手掛けています。呪術廻戦というダークファンタジーを手掛ける制作会社としてはぴったりですね。ネット上でもマッパは当たりという声が多く上がっていました。呪術廻戦はまだ世間で話題になっていませんが、漫画好きの方や多くの芸能人が評価しており、これから一気に話題になる可能性の匂いがプンプンする、これからのジャンプを引っ張っていく作品です。マッパは2011年に設立され、歴史がまだ浅いアニメーション制作会社ですが、作品の魅力を引き出す確かに実力があり、アニメ好きの間では近年注目されている制作会社さんです。かたやこれからの日本の漫画界を引っ張っていく呪術廻戦、かたやこれからの日本のアニメを引っ張っていく制作会社であるマッパ、皆さん化け物同士が手を組みました。激アツすぎる。原作では1話にいて呪霊に襲われるシーンが描かれていましたが、いい意味でえぐく描かれていました。呪霊の怖さが表現されています。また呪霊と虎杖による格闘シーンが描かれていたんですけど、呪霊の触腕と虎杖の驚異的な身体能力による手回しが同時に描かれており、キャラがヌルヌル動いてとても感動しました。呪術廻戦は地形を生かしたバトルシーンが面白い要素の一つなので、期待感が高まります。そして気になる放映時期は2020年10月。これを聞いた僕の素直な印象はめっちゃ早くね。というのも通常ジャンプアニメアニメ化が決定してから約1年後に公開されるのが一般的なんですけど、新型コロナウイルスの影響でアニメ制作が遅れているのではないかという心配の声がネット上に上がっていました。アニメーションスタジオはたくさんの人が密接状態で作品を制作するからです。ふざけんなコロナ。アニメ化が決まったのが2011年11月なので、下手すれば2021年春とかに公開される可能性もあるかもと個人的には思ってました。ですので今回発表された2020年10月という放映時期はとても驚きました。めちゃくちゃグッドニュース。今回新キャストとして両面少ない役を声優の諏訪部純一さんが演じることが発表されました。諏訪部さんは黒子のバスケの青峰大輝役やフェイト、ステイナイトのアーチャー役の声優さんとして知られています。 PV ではいい機会だ、教えてやる、本物の呪霊というものをというセリフを披露されていましたが、個人的に諏訪部のイメージにぴったりの声だと思いました。その他の声優としては糸取雄二役を榎木淳也さん、伏黒恵役を内田雄馬さん、釘崎野原役を瀬戸麻美さん、五条悟役を中村雄一さんが演じると以前公表されていましたが、個人的にどの声優さんもキャラのイメージに似合っていると思います。ただネット上では一部に糸取雄二役の榎木淳也さんの声が合わないという声もあります。皆さんはどう思いますか。他に公表されたのは制作スタッフ、監督はパク監督です。すいません、名前の読み方が分からなかったので今回はパク監督と呼ばせていただきます。ワンピースフィルム Z の原画やユーリオンアイスのチーフアニメーターをされていた方のようです。戦闘シーンに定評がある監督のようなので、魅力的なバトルシーンがある呪術廻戦にぴったりの監督かもしれません。シリーズ構成脚本は瀬古博さん、犬屋敷やドロヘドロ、バナナフィッシュのシリーズ構成、
全話脚本を担っている脚本家です。キャラクターデザインは平松忠さん、ユーリオンアイス、寄生獣、生の確率のキャラクターデザインを担当されたスーパーアニメーターです。数々の名作を手掛けてきたスタッフさんですので、ツイッターではスタッフさんにも期待の声が大きかったです。10月のアニメ放映を控えて呪術廻戦が盛り上がる可能性非常に高いです。最後に皆さんに2つ質問があります。1つ目の質問は、あなたは呪術廻戦が好きですか？僕はこの質問されたらこう答えます。大好きです。呪術廻戦は現在連載されている全ての漫画の中でトップクラスに面白いと断言できます。そんな弱小チャンネルの動画を最後に見てくださったんですから、皆さんもきっとこの質問にはイエスと答えてくださると思います。問題は2つ目の質問です。あなたの身の回りには呪術廻戦を好きな方がいますか？正直な話、この動画を撮っている時点で僕の身の回りには呪術廻戦を好きというより、そもそも呪術廻戦って何と答える人が圧倒的に多いです。残念なことに呪術廻戦は面白さと話題性が比例していない作品だと思います。しかし面白さを考えれば日本中で話題になるべき作品だと僕は信じています。皆さんの中にもこのフラストレーションを感じられている方、自分はめちゃくちゃ面白いと思っているのに周りが知らなすぎて悲しいという方がいるのではないかと思います。そこで皆さんに一つお願いがあります。僕もこの動画を最後まで見てくださる皆さんも呪術廻戦がきっと大好きだと思います。ぜひこの動画に対して思うことや呪術廻戦に関する愛をコメント欄に投稿してください。呪術廻戦が盛り上がっていないと思うなら一緒に盛り上げていきましょう。呪術廻戦の素晴らしさ、面白さ、魅力、思い、考察、何でも構いません。大いに語り合いましょう。僕は全てのコメントを必ず確認します。可能な限り返信もさせていただきます。呪術廻戦をワンピースやキングダム、ナルトや鬼滅の刃のようにこの国の誰もが知っていて多くの人が愛する漫画になるように一緒に盛り上げていきましょう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。